おはようございます。遠藤です。6月11日朝会よろしくお願いします。えー、まあ、昨日はライブで、えーえー、ご覧になっていただいた方ありがとうございます。まあ、欧州議会選挙に関しては昨日だいぶ詳しくやったんですが、ちょっとまあ、再度やりたいと思います。まあ、昨日は週末に置かれた欧州議会選挙での結果を受けて、欧州売りになったっていうところですよね。まう、あ、は。 えーまあ、EU に対してちょっとネガティブなだったりするようなあの政党が、えー、台頭して、えー、フランスが解,解散して選挙に向かうということで、まあ、ここら辺が、えー、欧州売りになった材料になったかと思いますただこの右派が台頭するということは、まあ、こういうふうなこれポリティコって有名な 政治のウェブサイトなんですが、えっと、この上が、えー、欧州人民党で、あのー、中道右派ですよね。あのー、今このファンデラライエン、えーえー、EU うー代表を支える政党あとこの、えー、ソーシャルうーソーシャリストデモクラッツう、まあ、こちらは SD ということで、こちらは、えー、社会民主進歩同盟ということで、えー、中道左派で、リニューというのが、これフランス欧州刷新とかっていうような言い方をするんですが、自由主義ということで、ここがマクロン、フランス大統領のまあえー、と所属するところなんで、ここが大幅に。 議席数を減らしたんですよねで一応その右派の台頭というところで右派この2つなんですがコンサバティブリフォームミストっていうところなんですがプラス4と、えー、ID こちらは、えーのーまあえー、メロニフラン、えーニイタリア首相なんかの所属するところなんでプラス9という確かに14今のところ13議席ぐらい増やしてはいるんですがそれほど大きい ところではないむしろこのあの一番でかいところは EPP はプラス10になってるわけですよね。何が一番まあここら辺はすでに予想通りっていうか右派が台頭するであろうということは予想されてたことなんでまあ緑の党なんかもすごく議席減らしてますけど一番問題になったのはやっぱりここのフランスなんですよね。フランスが、えー、その それぞれの国のおこ,こ,こういうところに所属する政党に投票するわけなんですが、えー、フランスではこのルペンさん、うん、率いるう、まあ、あの国民連合というか、えー、う右派政党の方が、えー、マクロン大統領の政党よりかなり上をいってしまったんですね。まあ、ここら辺で、えーと マクロン大統領が選挙に打って出るっていう、まあ、そういう、えー、と流れになって、まあ、そこが非常にサプライズだったっていうところでえ、まあ、の選挙になる。まあ フランスっていうのはドイツと並んで EU のお2つ大きな国の一つですよねまあそこの選挙戦が、えーまあ、しかも、えー、とちょっと不安定になるもしかしたら、えー、とマクロンさんの政党が敗れて大統領はマクロンさんこのリニューなんですけど首相がルペンさんでこのあの 右派政党っていうそのねじれが生じる可能性もあるというところで、まあ、そこら辺が嫌気されて欧州売りになったというところですね。でどういう流れになったかというとストックス600、えー、欧州の600銘柄0.27%下落ダックスドイツの 指数ですね0.34%下落 CAC40、えー、フランスの指数、マイナス1.35%ということで、主要銘柄、いずれも下落、ただ、えー、CAC40 も一時2.1%ぐらい下落だったんですが、引けにかけてはだいぶ戻した。あとドイツ国債 えー、2.62から2.679、イタリア国債、10年債ですね、4.085、フランスも3.244%ということで、いずれも、えー、と欧州の主要、えー、国債利回りが上昇したというところですよね。まあ、ドイツは、えー、こんな感じで、まあ、フランスも上昇、でイタリアも上昇したということで。 えーまあ、一番この中で信用力が高いドイツ国債とのスプレッド利回り格差が開くとユーロというのは売られる傾向があります。まあ、それはあのこういうクレジット信用力が問題になるような相場でなんですがやっぱり何かことが起こった場合一番安全なあのドイツ国債にお金が向かってイタリアとか、えー、フランスが売られてしまうそうすると利回り格差が広がるっていう、まあ、ここら辺が。えーえー ユーロ売りにつながるときもあるわけなんですが、昨日はまさにそんな感じで、えー、ドイツ国債も売られてはしたんですが、やっぱりよりフランスとかイタリア国債が売られて、スプレッドが開く、まあ、これはやっぱりちょっと危機時の動きなんで、まあ、それでユーロは売られるっていう、まあ、そんな。 展開になりましたね一、まあ、時1.0730ぐらいまで行った,たんですがここは昨日のデイリーピポットをぴったり止まりましたね 2, 2のところで瞬間ピポットの2も1.0723あたりにあるんで一応ここの昨日注目ですよっていう申し上げたここの1.07台前半はサポートされることになってやや反発したという動きになりましたねあとユーロクロスまあ あのタイドルではだけではなくて、まあ、当然なんですけどユーロ円も昨日は下落したんですが、まあ、ドル円が再び157円台上がったということで、えー、欧州時間下落した分は埋め合わせたただギャップはちょっとまだ埋めてないかなということで169円、えー、その他のユーロクロスユーロスイスなんかもお 0.9680ぐらいから0.9630ぐらいまででここも週刊ピポットと,、えー、とデイリーピポットを一応サポートしましてねユーロポンド、まあ、ユーロポンドも当然、えー、英国はこの欧州の混乱に、まあ、一応関係ないんで、えー、ポンド買いにな、まあ、ポンドも売られる曲あのー、売られる局面あったんですがここは 保有統計のとこですよね。売られる局面あったんですがあまりポンドは変わらずということでまあ当然なんですけどユーロポンドは売られる局面がありましたねただ0.8440あたりはサポートして反発でユーロゴードルなんかも売られてますしユーロニュージーなんかも売られたということでユーロクロスの下落がかなり、あのー、目立ちましたよねやっぱりタイドルでユーロ っていうのは今日明日明ですねあのアメリカの CPI や FOMC もあって、まあ、そちらの影響の方がドルを受けてしまうドルという影響を受けてしまうので、まあ、ユーロを売るよりはあの欧州が混乱するのであればユーロクロスを売った方がいいんではないかということでやっぱり、まあ、特にユーロポンドとかユーロオセアニアなんかが売られましたよね。まあ、今のところはそういうい流れになってます あと昨日、ニューヨークレンギンの、まあ、家計調査というかいろいろな調査が発表されて、まあ、こちらが割と楽観的な、あのー、結果になったんですが、あのーえー、と1年先のインフレ期待が3.3から3.2%ということで、えー、若干、 低下しました。一方で、ええー、三年は2.8変わらず、五年のインフレ期待は2.8から3%に上昇というところですよね。このニューヨーク連銀の調査はこんな本になってます。えっとかつてよりずっとやっぱりあのインフレ期待っていうのは消費者のインフレ期待は落ちてるんですが、ただここら辺でえっと3%を挟むあたりで横横になってるんで、やはり消費者がまだ 完全に、えー、物価がかつてのように2%台、えー、中盤あるいは前半にこう落ちるとは見てないところというのが見えて取れますよねあと1年先の住宅価格の伸び予想は3.3%ガソリン価格は4.8%食品は5.3%家賃は9.1%上昇を見込むというところでいずれも前月からは変わらず。 一方で、1年先の株価予想は上昇、2021年5月以来の高水準に達したというところで、えー、あとは失業率が1年先に上昇する可能性が高いと、まあ、そんなことがニューヨーク連銀が、えー、行った5月の消費者調査の結果で、えー、出ました。あまりマーケットには関係なかったかなというところですよね。一方で、えー、アメリカの国債利回り、まあ、こちらはやっぱり まあ引きずられてる欧州に引きずられてる部分もあると思うんですけどまあ上昇したというところですね。で、えー、まあ、こちらはえー、っと 2年債が4.87から4.88410年債が4.428から4.47130年債が4.548から4.59977%といずれも上昇3年債の入札があってこれが若干不調だったんですねあまりこう投資家の興味が湧かなかったというかあまりいい買いがこう続かなかったというところでえー、っとまあそれも若干ここですよね夜中の2時のところなんで まあ少し債権利回りを上昇させたんですがあまり変わらずやっぱりこれ、うん、欧州の債券利回りが上昇したっていうこともあるんですが金曜日の雇用統計で強い数字で、えー、アメリカの長期金利上昇する流れっていうのが。 でドル高だっていう流れはあのーまあ、昨日も続いてたんでそれプラス欧州売りというところが、えー、っと昨日はその流れになったんではないか一方でダウは 0.18%SP500 は0.26%ナスが0.35%上昇ということで米国株は堅調に推移しましたよねでまあ即数も,も1.42%上昇ということで、えー、強かったビッグ数は12.74% WTI は若干、えー、75.53から77.74に上昇、ゴールドも、えー、若干上昇という、まあ、そういう動きになりましたで。株価をちょっと見ておきたいんですが、ヒートマップこんな感じで、えーっとまあ、テック系が上昇しましたよね、アップルがちょっと1.91%下落ということなんですが、NPD は0.75%、NBA では株10分の1になったんで、分割したんで、えーまあ、1200ドル。 だったのが120ドルになって、まあ、買いやすくなったというアメリカ1株から買えますんでねあの、まあ、そういう、まあ、一部利食いが出てちょっと前半は下落する局面もあったんですが、えー、上昇して、ね、引けたということですよねでアップルの年次開発者会議っていうのも10日から始まってて、まあ、こちらも注目されるというところですねあと NVIDIA に関してはダウ に採用されるんではないかっていう観測が浮上したんで、このことも NVIDIA をサポートする材料になりました。まあダウっていうのは常にこう、えー、伸びてる企業を入れていくんで、それは上がりますよねっていう感じですよね。うん。あのやっぱりねちょっとねあの銘柄数も多いし、オールドエコノミーの企業も多いちょっとに あの日本の指数が上がりづらいっていうところもあると思うんですけどちょっとダウンはずるいよねみたいなところもありますよね、うん、まあそんな感じでございます。で、えー、日経新聞、うん、今日はそうですね「買収ファンド日本に巨額の投資、えー、ベインキャピタル5年で5兆円ブラックストーン3年で1.5兆円 KKR 今後1 0年で1兆円以上投資」みたいな、まあ、これ見ると KKR がちょっとしょぼいなっていう感じなんで。 ベインがすすごいですよねうんなんか日本にお金が集まるってことはいいことだなとは思うんですけどうーんどうですかねあのここら辺がちょっと、えー、日経新聞の中では注目される記事でした一方、えー、今朝の5本ブルームバーグ、うん、アップルが世界開発者会議が開幕しましたよというところで,、えー、ですねで えー、新しい AI 機能、アプリインテリジェンスを発表。これ、あのー、iPhone に搭載されるんですかね。えっ、ー、と、オープン a i との提携により、Apple 製品のユーザーは追加料金なしで s i r i から ChatGPT にアクセスできるということで、まあ、これもちょっと楽しみですかね。あと、警戒モード、JP モルガン・チェイス、シティグループに至るまで、ウォール街の有力トレーディング、すいません、デスクが。 CPI と FMC、あのダブルヘッダーですよね、これはね、あのー、が、えー、ちょっとリ,リスクがあるかもしれないよというところで、週、あのー、内の株価変動に備えるようにという、まあ、そりゃそうですよね、にあのー、日本人投資家にとっては、日銀も金曜日ありますので、あのーまあ、その前にね週末に欧州の動きで、えー、リスクオフになりましたけど、まだまだこれから本番、これからというところですよね。 えーとモディ首相が、えー、新連立政権では、ニルマラ・シュタ・ラマン前財務省の再任を決めたというところです。あとは、うん、フランス選挙、ちょっと注目されますよね、あのー。もう7月にやるんで、ここら辺どうなるかというところです。あとは先ほどの、えー、ニューヨーク連銀の消費者調査というところでしたね。 はいえー、とそんなな動きになっていますで、えー、とドル円んー、まあ、ちょっとじり高157円じわじわという感じなんですがどうでしょうちょっと動きがドル円に関しては雇用統計で、えー、一気に上昇したあとは非常に緩慢な動きになってる一方ユーロドル先ほど申し上げたように週間ピポットとデイリーピポット昨日重要なポイントをサポートしたんで このままちょっと反発するのかどうかただ、えー、1.0780から、えー、1.08にかけてのゾーン一応デイリーピポットのレジスタンスが、えー、87にありますこのギャップをが短期的にはレジスタンスに今なってますのでここを抜けられるのかどうか抜けられないのであればもう一回ここの1.07の、えー、サポートを試しに行く可能性はあるかと思います。 でまあ、ユーロ円はちょっとだいぶ戻してるというところなんですが週間とデイ,デイリーのピポットがレジスタンスが169円40にありますので160円の4050まあここ重要レジスタンス一方でデイリーピポット168円の85ということで、まあ、このレンジになるのかどうかうんあるいは下げるのかどうか。 まあ欧州売りが一旦昨日の後半にかけてはあ若干縮小する場面もあったんですが引き続きいい欧州売り続くのかどうかあとは明日の、えー、CPIFMC、えーまあ、こちらが注目かと思われます。はいということで、えーまあ、この動画良ければいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あとこの あのー、マルチタイムのピポットに関しては JFX さんの、あのー、トレビューで見れますのでえっ、ー、と演とコラボしてますのでもしお使いになりたければ JFX さん講座、えー、概要欄に貼ってありますのでそこから講座開いていただけるかすでにお持ちの方は連絡してみてくださいあとより深掘りした、えー、情報もし、えー 見てみたいというのであれば、サロンもやってますので、概要欄にサロンの説明書いてありますので、そこら辺も参考になされてくださいということで、えー、明日に向かって、えー、まいろいろ今日も動いていくかもしれません。天気いいですね、今日はね。えー、ということで皆さんお仕事頑張っていってらっしゃい。